はい、アットホーム TV ナビゲーターのヤドカリスだよ。ということで今回のテーマはこちら、高級物件を覗き見。みんなが気になってる豪華な高級物件をご紹介。それじゃよろしく。こんにちは、アットホームの館林です。アットホームの澤柳です。はい、それでは今回お見せしてもらえるのはこちらの高級マンションになります。はい、どんな物件かすごい楽しみですね。そうなんですよ、しかも今回なんと30階のお部屋になります、はい、30階ですか、すごいですね、はい、30階っていうと、はい、地上およそ何メートルぐらいになるって分かります？分かんない、ちょっと何メートルなんですかね。じゃあ、およそ100メートルございます。ちょっと時間ください、答える。じゃーん、続きまして100メートルっていうと、はい、通天閣と自由の女神と同じ高さになるんですよね。 ですね、すごい情報たくさんくれありがとうございます。とんでもないです。早速行ってみますか。はい、行ってみましょう。アットホーム TV。失礼します。あ、すごい綺麗ですね。綺麗ですね、すごいな。早速お邪魔してみましょう。お邪魔しましょう。はい、はい、30階の景色、あ、楽しみですね。はい、それではカメラさん、30階の景色見てみましょう。どうぞ。これが30階の景色になります。すごいな。前方のあの辺りが新宿の高層ビル群ですかね、うんうんうん、そうだね、そうだね、よく見えますね、はい、ここ河田町ガーデンは1997年にお台場に移転したフジテレビ本社の跡地なんだ。歴史ある山の手の高台にあって、地上41階の超高層マンションなど全4棟構成で広がっているよ。まさにこれ成功者の眺めって感じですね。そうですよね、はい、一体どんな人がこんな物件住めるんでしょうね。そうだね、一般的に最適家賃の割合が手取り月収の 20-30% って言われてるからね。なるほど、うん、ちなみにこちらの物件のお家賃はどのぐらいなんですか？軽自動車が中古で1台買えるぐらいかな。ああ、うん、毎月買えちゃうってことはお家賃 40-50万ぐらいってことですか？すごいですね、もう高級物件に住むって結構大変だからね。大変ですよね、この物件に住んでみたらどんな感じなんでしょうね。妄想しちゃうな。そんな私の妄想を VTR にまとめましたので一緒に見てください。どうぞ。居室内は92平米の広々とおしゃれな 2LDK、 そして料理のしやすいシステムキッチン。目の前の開放的な見晴らしは調理を楽しくしてくれます。ゆったりと開放感のある寝室、勉強や仕事がはかどりそうな居室、窓枠もとっても大きくて明るいですね。部屋によって見える景色が少しずつ違うのも風情があって素敵です。素晴らしいのは眺望だけではありません。各部屋にはとても広いウォークインクローゼットが、廊下一面の収納、しかも玄関から先は段差がなくて全てがフラット、ドアレールもないのでお掃除ロボットも大活躍です。お風呂もゆったり超広々サイズ、さあ入るぞ。よいしょ。何勝手に入ってるんですか。いや、僕の妄想も暴走しちゃってさ。ちょっと私の素敵な妄想も邪魔しないでくださいよ。ってことでお次はこのコーナー、ヤドカリスのあれコーデ。このコーナーでは今回のお部屋にはどんなレイアウトが合うのか、バーチャルで家具を配置してインテリアコーディネートしてみるよ。まずはインダストリアルスタイルにコーデ、次はシンプルモダンスタイルにコーデ、最後はシャビーナチュラルスタイルにコーデ。趣が変わっていいね。こんなおしゃれなお部屋憧れるな。
はい、ということでアットホーム TV 今回はここまで。チャンネル登録、グッドボタン押してくれると嬉しいな。それじゃあ、またね。またね。